わからないことは諸先輩たちに聞きましょう。また、わからないことがあるのか。ビックリマンの世界はね、宇宙なのよ。まだまだ私たちにとっては未知なる世界が広がっている。そうなのか。今回はこちらです。じゃん。未封入品って、本当に存在するの？どういうことだ？ビックリマンの世界には、未封入品シールなるものがあるのよ。ちょいちょいヤフオクとか、メルカリとかに出るのだけれど。そうなのか。どういう意味なのだ？要するに、チョコに封入されたことのない、清純派シールってことよ。ただし、検証版とか福袋版とかああいう特殊なのは抜かします。一応、それも未封入品だけど、それは例外扱い。そうじゃない。本来チョコに入るべき運命だったのに、なぜか入らなかったもののことね。なんだそれは。ビックリマンは、チョコから出るものだろう。本来はね。ただ、何らかの理由により、入らなかったのがあるらしい。なんで入ってないんだ。まあ、なんかいろいろあるらしいんだけど、私が聞いた話だと、シールの印刷工場から流出したというものだということなんだけど。盗んだのか。そのあたりは法律的にどうなってるかはわからないけど、ロッテ的には正直セーフなものではないと思う。とにかく、チョコに入る前に、誰かが印刷工場から持ち出したものであると。それが出てるのか。そう。時々出るわけだけど。でも、ここで疑問が浮かぶわけよ。なんだ？本当に未封入なんですかってこと。だって、証明する方法がないでしょ。確かに言われてみればそうだな。もしかしたら、チョコに入ってたものを未封入品と言って、出品してるのかもしれない。そうした方がいいのか。一概には言えないけど、やっぱり多少は値段が上がると思う。状態にはよるけどね。つまり、私がまず知りたいのは、未封入品かどうかを見分ける方法が、何かあるのかどうかっていうのが、まず知りたい。他にもあるのか。もう一つは、じゃあ実際、公式に認められた未封入の単品のシールってあるのかってこと。ロッテに認められたってことか。ロッテに認められてもいいけど、ちゃんと未封入の経歴がはっきりとしたシールが、未だかつてあったのかってこと。単品とは？アンカットシールというものが存在するのはわかってるのよ。未封入品の一つだけど、これは存在が確認されてて、一枚とかのは私は知らないから、どうなのかと、あるのかと。どうなんだろうな。そのあたり知ってる人がいたら、ぜひコメントください。待ってます。待っておるぞ。